マル DMS プロテオタイピングによる微生物分析。マル DMS プロテオタイピングは、微生物のマススペクトルのデータ解析に遺伝子情報を利用することで、亜種、株レベルでの識別を可能にし、新種の提案にも利用されている技術です。類縁性の高い菌群でも、理論的根拠に基づいた信頼性の高い分類を行うことができます。一般的にある分離株の属、種を特定することを同定といい、さらに同じ種の菌株を識別、分類することをタイピングと言います。同定にはマル DMS を使った微生物同定システムが製品化されており、タイピングにもいくつかの実用化されている手法があります。質量分析研究所が提唱するのが微生物分析の新基軸、マル DMS プロテオタイピングです。例えば質量分析を用いたアクネ菌の分析でサブタイプレベルまでの分類ができるのは2021年8月現在、マル DMS プロテオタイピングのみです。詳しくは島津製作所のアプリケーションニュース、マル DMS プロテオタイピングによるアクネ菌の分類をご覧ください。マル DMS プロテオタイピングで用いられる主なバイオマーカーは、あらゆる生物の細胞に存在するリボソームタンパク質です。リボソームタンパク質は細胞中に大量に存在し、培養条件による変化も少ないこと、またイオン化効率が高く分子量が比較的小さいといった特徴があり、マル DMS による分析に適しています。微生物をマル DMS で分析するとリボソームタンパク質ピークが多数観測されます。一方、微生物のゲノム解読が急速に進んだことから、様々な微生物のリボソームタンパク質の塩基配列情報をインターネットで入手できます。塩基配列はタンパク質を構成するアミノ酸配列へと生体内で翻訳されます。このアミノ酸配列情報もインターネットで入手可能です。翻訳アミノ酸配列情報から得られる計算質量とマススペクトルから得られる観測質量とを照合し、マススペクトルのピーク一つ一つに遺伝子を翻訳したタンパク質としての意味を持たせることで、理論的な解析を行うことができます。微生物の分析方法は、顕微鏡による形態観察や生理生化学的分類などによる表現型フェノタイプと、全ゲノム解析など遺伝子解析に基づく遺伝子型ジェノタイプに大きく分けられます。フェノタイプとジェノタイプを融合させた新時代のハイブリッド型分析手法がマル DMS プロテオタイピングです。